はい、短期決戦です。2月24日、4時20分です。いや、ほんとね。1日1回エントリーじゃん。だから、これ参ったな、俺。1万円入金してスタートしたんだけど、いきなり2500円やられちゃったんだよ。これさ、見て、これ。これチャート、右側のチャート、一番右のチャートが、イーサリアムなんだけど。ヨハネさん、はい、短期決戦です。うん。これね、エントリーしたところが29,800円なわけ。だから、入るところが早かったわけだよ。入るところが早かったというか、欧州時間、4時になって、じゃあ、これね、今ね、4時20分なんだけど、これ決済されたのが4時18分なんだけど、エントリーしたのが3時53分なわけ。3時53分エントリーの、生温かい視線さんバイト代マイナスになりませんか、これ。しょうがないじゃん、なったらなったで。29,800円でエントリーしたんですよ。ね。そしたら、だから4時待たなかったから、こうね、その18分の間に下落してしまったんですよ。ビットコインも下落してる。この真ん中がビットコインなんだけど。ゆかさんさんよ。ビットコインだったんだけど、だから、どうだろうな。いや、だから、結果的には、ヨハネさん、録画前に言いたいこともまとまってない。今もポジポジしたくて気もそぞろ。だから、29,500円は割らないと思ってたんだよ。割らないか、そこでエントリーするとこだと思ってたわけだ。だから、29,400円は割らないと思ったんだよ。そしたら割らなかったんだよ、今。割らなかったんだけど、逆差し値が29,400円でかかっちゃった。29,405円。この、欧州時間の下げでさ、食らっちゃったよね。こんな、ワンエントリーでいきなり40ピップやられるとは思わなかったんだけど。ここまで下がるかなと思って。わずか何分？わずか25分の出来事だったね 今日はエントリーすべきじゃなかった。わずか25分で駆られたよ。これ40ピッヨプハだネと。さん、口座の説明とかしてるの。口座の説明？口座の説明なんてしてないけど。ほら、戻るじゃん。ずるいなぁ、ちょっと。最悪だわ。ヨハネさん、レバレッジとか。レバレッジ500倍。してるよ。ずるいな、これ。なんかショックだな。ほんとショックだな。まあいいや、もうファーストエントリーはこんなもんだよ。ショックだな、これな。だから、言っても、29,400円だと思ったんだよ。ただもう、ぴったし29,400円だった。まいった。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。とりあえず、24日のエントリーはこれ、トレードはこれで終わりね。また25日にポジります。